はい、皆様お疲れ様です。お酒の塾上です。この度はご視聴いただきまして誠にありがとうございます。酒を飲んで行け、酒と共に生きて行く、晴れ渡る酒も。ちょっとすいません、うんちでしたかね。ご了承いただけたらと思います。今回は、軽く一杯162杯目になります。今日もどうぞよろしくお願いします。テーマはスコッチのシングルモルトですね。最近続いてますね。早速飲んでいきましょう。お酒の種類はウイスキー、シングルモルト、スコッチ、スペイサイド。銘柄グレンフィリック12年、原産地イギリス、スコットランド、スペイサイド。蒸留所グレンフィリック。アルコール度数 40% になります。あれなんですね、結構最近ウイスキーシングルモルト系ね、スコッチとかずっと続いてるんですけどね、続くことが多いんですけど、これ前回もちょっとお話がさせてもらったんですけど、なんていうんですか、ウイスキー結構ね、頭が覚醒するんですよね。飲みながら酔うけど酔わないっていう感じになりますので、いつもちょっと私文ですね、例えば Facebook とかですね、そういう文を書くときとか、まあ、あとはおかげさまで一部雑誌に寄稿させていただいたりするんですけど、それを書くときの文詰まったときとかですね、そういうときにこういうウイスキーを飲んでちょっと頭を働かせるというね、そういうことがやってるので最近ウイスキーの登場が多いということになります。グレンフィニックあれですね、イギリスのスコッチのシングルモルトでは有名ですよね。おそらく前回のグレンリベットおよびマッカランですね。もうその3つはかなり出荷量が多いっていうのを聞いてますけど、このグレンフィニックもその1つに入る。確か今はちょっと知りませんけど、一時はシングルモルト1位っていうのを聞いたことありますね。もしかして今かもしれません、今もそうかもしれませんけどね。そこはちょっと勉強不足でちょっと申し訳ないんですけど、それぐらいメジャーなものになります。ただメジャーって言ってもですね、なんて言ったらいいのかな、なんでしょう、大手なんで味がちょっと平準化してるとかシンプルとかそういうことではなくてですね、やはりこのグレンフィリックも後で飲んでみるんですけどね、大手と言いますか、いっぱい有名だからって言って、なんていうのかな、お酒の個性は乏しいとかそういうことは一切ありませんよね。逆にグレンフィリックとかね、私前回のグレンリベットとかも大好きですからね、安定した感じがあると思いますね。でこのグレンフィリックっていうのはね、鹿の谷ですね。グレンっていうのは谷なんですけど、鹿の谷という意味で、スペインサイドのダフタウンですね。ダフタウンの街は非常に有名ですね。ウイスキー蒸留所ですね。そちらでの、ウイスキーですね。でこの特筆されるのはですね、ブレンデッド用ではなくて世界で初めてシングルモルトとして発売したっていうところがね、重要なところですね。世界で初めてですね、シングルモルト、いわゆる、モルトウイスキー、大麦麦芽 100% を、単一蒸留所で作られたもの、シングルモルトですね。それを初めてということなんですね。でこちらはやはりあれですね、ウィリアム・グラント、創業者のウィリアム・グラント3社のウィリアム・グラントですね。この人がですね、もう創業者ですごいですね、この人は。もともと確かね、モートラックやったかな、っていう蒸留所で働いてて20年ぐらい働いてはったんですけどね、それで独立されたと。で10人の子供が確かいらっしゃってですね、家族総出で手作りでねやっているっていうことで、それで今もですね、これ確かですね、このウィリアム・グラントの会社っていうのはもうこの家族経営でやってるっていう会社だと思いますよね。確かこの辺に書いてたかな、家族経営のやつね、どれかに、すいません、どれかに書いてたと思うんやけどね、どれやったかな、ごめんなさい、ちょっと、ドアズレスしてしまいますね、なんかね、どれか英語に、書いてるわ、これね、インデペンデント・ファミリー・ディスティラリーって書いてますよね、1887年から。
ですので、ウィリアム・グラントさんの家ですね、家族総出、家族ずっと続いてるというような会社ですよね、そのウイスキーですよね。さ、前振り長くなりますけど、早速飲んでいきましょう。グレンフィリックです。鹿の谷、鹿のマークがちゃんとありますね。さあ、開けていきましょう。今日はこのようにして開けてと。よいしょ。ちょっとすみません、手でガシガシ開けていきますね。すいません。さあ、いただきまーす。コルク栓ですね。あ、もうすごいなんかあのあれですね、洋酒、フルーティーな感じがしますね。ストレート、ロック。そして、例のごとくソーダ割りですね。いきます。いや、いいですね。なかなか美しい感じがして、ボトルとウイスキーの色が非常にマッチしてますよね。ちょっとこっちバランスを設定と、さあステアしましょうかね。1234567891011121131415と15回ぐらいまでときましょうか。さあ早速飲んでいきましょう。ちなみにね、あのあれなんですよ、今時間はね、朝の7時半ぐらいなんですよね。朝です。夜じゃないです。朝です。朝にね、ちょっとこういうね、私ウイスキー飲んだり、こういう撮影したりするっていうのが結構好きで、まあ好きっていうかね、これぐらいの時間帯しか、あまり、ま、なんていうんですかね、騒がしくない時間ってあまりないんですよね。だから朝7時半、あ、嘘ですわ、6時半ですわ、6時半でした。失礼しました。じゃあ早速、朝一一杯飲んでいきましょう。楽しみです。はい、美しい琥珀色です。やっぱりさえがあっていいですよね、こういうウイスキー関係っていうのはですね。さあ香りを嗅いでいきましょう。うん、そうですね、やはり爽快爽やかなですね、フルーティー関係ですね。そうやな、やっぱり洋梨系とかですね、そういうきなり果実、熟したリンゴっていう表現もいいんですけど、青々しいリンゴっていうのもいいかもしれませんよね。そして各種のフローラルハーブ系ですね。うん、そこで甘やかしいような、あの砂糖みたいな、そういうイメージもありますね。うん、やはり複雑なハーブ系ですね。フローラルハーブっていう表現が一番結構似てるかもしれませんね。フルーティー&フローラルハーブみたいな感じですかね。さあ飲んでいきましょう。そうですね、やはりあれですね、香りとよくリンクしているような味わいで、特筆されるのはですね、結構ね、甘み苦みもそうなんですけど、酸味が豊かですね。酸っぱい酸味とかではなくてですね、心地よい、ちょっとなんて言うんでしょう、主張のあるような酸味っていうんですかね。ウイスキーってね、なかなか酸味を感じるっていうのは難しいところはあると思うんですけど、ね、蒸留酒ですのでね、ワインとかの醸造酒だったら有機酸関係ですね、ブドウ、酒石酸とかね、リンゴ酸、クエン酸、まあ日本酒だったら琥珀酸とかあるんですけどね、まあこちらの蒸留酒は基本的にはね、そういう有機酸っていうのはなかなか入りづらい、蒸留してるのでね、っていうのはあるんですけど、これ結構酸味を感じるような面白い味わいですね。うん、酸味苦味うまみが混然一体となった感じって言った方が表現が正しいかな。しかしあれですね、グリーンフィリックもいつ飲んでもうまいですよね。なんていうのか、安定してるっていう感じですよね。これウイスキーっていうのはね、これまた蒸留酒もそうなんですけど、まあワインもそうなんですけどね、時間もう少し置くと結構ね、結構いろんな複雑な氷が出てくるというようなね、のが楽しみになってます。いや、なかなか素晴らしいと思いますね。そして次、喉乾いてるんで、まあ喉あれですけど、ソーダ割りしましょうか。グレンフィリックのソーダ割りにしましょう。ちょっと濃いめにしましょうかね。最近ちょっと薄めの、濃いめの方が好きな感じがしてね。なんか、まあ私、顔も濃いって言ったらあれですけどね、性格も濃いんですけど、濃いめがやっぱりね、好きですね。さあ、ハイボールいただきます。そうですね、やっぱりソーダで割ることによって、なんていうんですかね、よりフルーティーもそうですけど、フローラル系統が広がっていくような感じですね。
あのよく私例えるのはあの石鹸的な香りっていうんですかね、フローラルお花のような石鹸って言ったらいいのかな、シャボン系っていうんですかね、そういう香りがしますね。めっちゃうまいな、これストレートもうまいけど、このハイボールもめっちゃうまいですわ。すっきり爽快、まあ朝一やからっていうのもあるんかもしれんけどねはい、そしてロックいただきましょう。はい、いただきます。これもうまそうやね。まあシングルモルトってよくストレートとか、あと1対1の加水だけっていう人 もう当然それも正しいとは思うんですけど、やはりお酒は嗜好品なんで、いろんな飲み方を試すっていうのがちょっと私は結構好きな方になりますね。いただきます。そうですね、あの深い味わいがずっと続きますよね、ロックでもね。やっぱりこれはあの余韻が非常に、余韻も非常に素晴らしいね、そういうようなあのお酒ですよね。いや、なかなかどれも飲み方いいですね。ちょっと1対1のか、軽みとかにちょっとしてみましょうか。これぐらいですね。いや、まあウイスキー焼酎もそうですけど、蒸留酒ってそうですけど、いろんな飲み方が、お好みの飲み方ができるからいいですよね。あなた色に染められますみたいな感じですかねそんな話いらんっていうことですかねはい、いただきます。バランスの崩さないね、やっぱりね、やっぱりこういうのは非常に安定していて、バランス崩さないっていう感じしますよね。まあ、またストレート、やっぱりストレートが今日、ストレートとこのソーダ割りはね、やっぱりね、今日の好みはね、もう一度香りを嗅いでいきましょう。今度はですね、クリーム系の匂いがどん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 出てきてますよね。クリーム、バニラ関係、そしてですね、そうですね、なんていうのかな、そのクリーム、バニラに隠さ、の後に隠れたような熟成果実的な感じ、ラストノートでしてきますよね。トップノートはね、フレッシュフルーティーさんのなんか洋梨とか青りんご系の感じしましたけど、時間が経つとミドルから、ラストに関してはですね、クリーム系とおよび熟成果実ですね。なんだろう、プルーンのような感じっていうんですかね、そんな感じがしますよね。やっぱりまろやかで、後口にどんどんね洗練された苦味が来てですね、飲み応えありますよね。さすがグレンフィリック、そういうふうにも言いますね。でですね、グレンフィリックの樽はですね、樽熟成の樽の方はですね、アメリカンオークとスパニッシュオークの樽で、最低このまあこれ12年なんで12年間熟成させてるということなんですけど、まあ、一つのポイントとしてですね、スペインの酒税強化ワイン、シェリーですね。シェリーのオロロソ。まあ、色が琥珀系のやつですね。それ一回だけ使用したスペインのこのシェリーダルを使って熟成。およびですね、アメリカ、および、主にケンタッキー州だと思われるんですけど、バーボンダルですね。バーボンっていうのは新ダルしか使わないっていう規定があるんですけど、その一回しか使ってない樽をですね、持ってきてですね、まあそういう木材ですね、木材を持ってきてですね、グレンフィリックが、目指すですね、酒質に熟成させていくという感じですよね。なんていうんやろね、ちょっと私の意見ですけど、樽の風味ががっつり出てるっていうのではなくてですね、なんていうんだろうな、いい意味で軽やかな感じで出てますよね。よくタルタルシーって言い方ないね、タルが重いようなね、ウイスキーとかもたくさんあるんですけど、これはですね、どちらかというとタルのものだけではなくて、いろんなバランスを取り入れたような軽快な感じになってるのかなと思いますよね。いいと思いますね。いや、今回のグレンフィリックもね、非常にね、またずっとね、色褪せない感じですよね。またこれを飲んで、またいろいろ文書いていこうかなというふうに思いますね。もう朝やけど、これからまた元気に活動できそうな感じしますね。まあ途中ちょっと昼寝したいなとはちょっと思いますけど。はい、すいません。そろそろすいません、お時間になったようですね。この度もご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。
今回はスコッチシングルモルトグレンフィリック12年をウイスキーいただきました。今夜ちゃうね、今朝やな。今朝はグレンフィリック12年で乾杯。